はいどうもさん、こんにちは、う、ずいこです。それでは今回なんですけども、au 自分銀行の金利が最大年0.2%へ、au ペア、au ペイカードとの連携でさらにパワーアップ、ドトールコーヒーで10%還元もということで、今回は au 自分銀行や au ペイに関する情報ですね。この動画では au 自分銀行が9月からお得になりますよということと au ペイのキャンペーンについてお伝えします。普段から au 自分銀行、そして au ペイ使われている方はぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは それではですね、今回のお題の通り、まずは AU の自分銀行からの情報なんですけども、この度9月1日からですね、円普通預金金利最大になんと年0.2%になるということが発表されました。税引き後として年0.15%ということで、これはですね、業界最高水準ということで、ちょっと昨日かなりね、ツイッター上で話題になっておりました。 ま、実際のですね、公式ページを見ていただきたいと思うんですけども、この0.2%、最大年0.2%の内訳みたいなものがですね、しっかりと出ております。まあ、それがこのイラストですね、これを見ていただいたらかなり早く理解できるかと思います。これが先ほどお伝えした0.2%ということなんですけども、例えば、通常のスマホ決済の aupay ですね、それと au の自分銀行を口座連携することで、なんと金利が0.05%プラスされて、他にもですね、 au pay カードであったりとか au 株コム証券こういったものも全部連携することによってなんと円普通預金の 金利っていうのが0.2%。まあ通常の200倍に上がるっていうね。ちょっとびっくりしますよね。まあ正直もうあまり金利金利っていうような時代ではないので、あまり気にするところではないんですけども、通常って大体0.001%。まあ出てる通りなんですが、大体の銀行ってなんかそんな感じのイメージなんですけども、それが0.2%っていうのは結構すごいですよね。で、僕の勝手なイメージなんですけども、まあ金利といえば出てくる銀行のイメージといえば、例えばやっぱり楽天銀行かなと思うんですよ。っていうのも楽天銀行の場合はね、こういった風に出て てるように大手銀行の普通預金金利が年0.001%まあ先ほどお伝えした金利なんですけどもまあ、楽天銀行にはマネーブリッジっていうのがあるんですけどもそれを設定することで金利が0.1%になるというようなサービスがありますなのでね結構これを理由に楽天銀行を使っている方は多いのかなと思うんですよねこれ僕の勝手なイメージですちなみに税引き後は0.079%ですねで次にね僕の中でイメージで出てきたのはやっぱり青空銀行ですよねここもやっぱり金利がね高いイメージがあるんですよ こちらがこちらなんですけどもまあ、青空バンクということでまあ、結構おしゃれなねカードの懸命なんですよねで、ここに出てる通り業界ナンバーワンで今出てるんですけども普通預金金利として年0.2%税引き後は0.159%というねおそらく青空銀行がね本当金利が一番高いイメージだったんですけども今回ねこの au 自分銀行がまあ、お題の通り業界最高水準ということで0.2%のね金利になるということでございますこうなるとまあある程度ね金利のイメージが しやすいのかなと思うんですけどもまあこういった交差連携とか英雄ペイカード作らないといけないとかそういったね理由があるにしろやっぱりこの0.2%っていう風なのは結構インパクト強い方なのかなという風に勝手に思います一応ですねこの公式ページの下の方に下がっていただいたら適用条件がねそれぞれ記載されていますのでそういったところを読んでいただいた上でもしね AU 自分銀行を使ってみようかなという方はまあ今回のタイミングで使ってみるのもいいのかなという風にも思います続きましてみんな大好き英雄ペイの情報ですねまずキャンペーン 情報の前に、ここを見ていただきたいんですが、先ほどの au 自分金庫の情報に関連するんですけども、2021年の8月30日から、このリアルタイムチャージ、自動払い出しっていうようなサービスが開始します。 ま、この機能の特徴はもうこのまま出てる通りなんですけども、使わない aupay 残高は自動で口座へ払い出し、いわゆるスマホ決済の aupay から使わない残高が自動で au 自分銀行に入るっていうようなサービスです。しかもそれがね、手数料無料なんですよね。で、使うとき使う分だけ銀行口座からリアルタイムチャージということで、ま、使われる方は多分一部の方になってくるのかなって勝手に予想はしてるんですけども、このサービスのいいところっていうのはこの部分かなって僕は勝手に思ってるんですよね。手数料無料ということで、 スマホ決済の auPAY から。 au の自分銀行にチャージした残高を払い出し、出金するためにはですね、手数料が一部かかってたんですよ。以前ね、僕も動画で紹介したことがあるんですけども、スマホ決済の au ペンの左上のメニューから入っていただいたら、こういったメニュー画面が出てくるんですけども、ここの払い出しっていうところがあるんですよね。で、そこのね、注意書きみたいなところがここに出てる通りなんですけども、払い出しするには手数料がかかりますと。一回の払い出しに対して、2万円未満の場合は税込220円。そして、2万円以上の場合は払い出し額の1%各 税別の手数料かかるということでおそらくね何かしらのキャンペーンがあった時に au ペンに残高をチャージとかしたりされた方って結構多かったと思うんですけどもまあその時にもしかするとおそらく払い出し出勤された方もですね中にはいらっしゃるかと思いますでそういった時にこんな風にまあ手数料がかかってたというところではあったんですけども今回新しく始まるこのリアルタイムチャージそして自動払い出しっていうサービスを使うことによって手数料無料で au ペンの残高から au の自分銀行に 残高を移すことができるっていうね、サービスでございます。ちなみにですね、払出し可能な残高と、払出しできない残高っていうのがあるんですけども、払出し可能なものは、例えば AU 自分銀行でチャージしたものとか、セブン銀行 ATM とか、まあ、いわゆるその現金をチャージしたものですね。ですけども、AUPay のクレジットカードとかでチャージしたものに関したら、払出し負荷、出金もちろんできませんので、ここを気をつけた上でこのサービスを使ってみてくださいあ。でですね、まあ、新しいサービスが始まるイコール、もちろんそれに関連するまたキャンペーンが開始されるんですけども、それがこちらなんです。 ですよね。au 自分銀行から aupay 残高へ合計1万円以上のチャージで最大5万円プレゼントキャンペーンというキャンペーンでございます。これでですね、対象の方は aupay と au 自分銀行の連携が完了しているお客様ということでございます。キャンペーンの期間は来月なんですけども、9月の1日から9月30日まで。でこのキャンペーン自体はキャンペーン期間中に au 自分銀行の口座から aupay 残高へ1万円以上チャージされたお客様の中から抽選で5万円がプレゼントされるということで、まあ、確実にもらえる っていうものではないんですけども結構 こう当たる幅としては多いのかなって勝手に認識しております一等が最大で5万円抽選で20名様ですねで2等が抽選で30名様に現金1万円で3等の方が抽選で500名様に1000円そして四等の方は抽選で3万名様に100円ということでまあおそらくね僕の視聴者さんの中でも多分このキャンペーンに参加される方は中にいらっしゃるかもしれないんですけどもなんか視聴者さんの中で当たりとか出そうな気もしますよねしかもねこのキャンペーンなんですけどもまあ合計1万人以上のチャージということなんですが このページの下の方に先ほどお伝えした払い出し 自動払い出しサービスも使ってくださいみたいな感じで出てるんですよね。なので、最悪チャージしたら、チャージして、もう使わなくなったら手数料無料で、自分、AU 自分銀行に払い出すっていうのも、まあ悪くはないのかなと思います。もうこのページで推奨してるので、まあそれであればね、リスクなく、まあ参加もすることができるかと思いますんで、まあチャージしたら AU ペのキャンペーンで使うのはいいですし、この自動払い出しサービスを使うっていうのも一つの手かなと思います。まあこれでね、抽選が左右されるとかも特によくわかんないので、 興味がある方はですねまあ、参加してみてもいいと思いますまあおそらく僕は普通に参加すると思いますけどね AUPAY ではもう一つですねキャンペーンがまた9月から開催されるんですけどもこちら AUPAY の期間中対象店舗で au pay を利用して税込200円以上支払ういただくことで1回の支払いごとに10%のポントポイントが還元されるキャンペーンというのが9月の1日からスタートします9月30日までの9月いっぱいのキャンペーンということで還元の上限が 1au id あたり500ポイントなので単純決算で1回に5000円分決済したら500ポイントに到達して期間中トータルで1000ポイントまでなので期間中1万円分ドトルコーヒーで使ったら上限の1000ポイントに到達するということでございますで対象店舗がここにも出てるようにドトルコーヒー以外にも エクシオールカフェとかドトールコーヒー店。 言うんですかね、まあそういったところが対象ということですので、まあ、おそらく先月のね、三井市民のビザタッチのキャンペーンでドトルコーヒー利用されてる方結構いらっしゃったと思うので、まあそういった感じで AUP で決済したらお得ですよということでございます。ちなみにね、ドトル行かれる方はね、D ポイントカードの提示を絶対忘れないようにしてくださいね。ちなみにですね、このキャンペーン10%還元以外にも、クーポンもですね、配布されるみたいで、対象のドトルグループ各店舗にて AUP のコード支払いで税込200円以上の支払いに使える50円クーポンを先着で4万枚、 4万名様。4週間で合計16万名様にプレゼントされるということでございますんで、それと合わせればね、結構お得に使えると思います。クーポの期間はご覧の通りとなってますんで、この配布期間と利用期間ですね、それぞれね、間違いないように使ってください。それぞれね、4週で配布されるということでございます。ちなみに使える店舗に関しては先ほどお伝えしたお店と変わりはないですね。ですけども、一部対象外の店舗もあるみたいなので、ここをクリックしたらですね、対象外店舗もずらずらと出てきますので、もしかするとね、ご自身が利用されてるお店が 対象かどうかっていうのがまあ、事前に確認しておいた方がいいかなと思います僕だったら展示のソラリアとかソラリアステージ店とか西鉄福岡駅店とかもそういったところが福岡は対象外っぽいので、まあ、皆さんもね利用される方はこちらをぜひご覧になった上でキャンペーンに参加してみてください ま、先ほどお伝えした au 自分銀行の円普通預金金利のお話なんですけども、この0.2%を狙っている方いらっしゃったらですね、すでに aupay を使われている方は多いと思うので、口座連携はすぐできると思うんですけども、まだですね、この aupay カード au の株コム証券、これらをですね、まだ作成、そして解説をされてない方いらっしゃったらですね、もし作成するタイミングがあれば、その際はですね、ポイントサイト経由が本当にお得でございます。これはね、僕のチャンネルを見ていただいている方であれば、もうある程度理解できていただいて、 てていいると思うんですけども今回紹介させていただくのはこのハピタスっていうポイイントサイトサなんですけどもこのハピタスから、例えば au の株コム証券を開設する場合ですね。やり方は至ってシンプルなんですけども、これはすでにポイントサイトのハピタスに登録した状態なんですが、この画面からですね、右下の検索っていうところをタップします。そして検索のキーワードのところで分かりやすく、こんな風に au という風に入力をします。この状態で検索をかけると au に関連するワードがですね、いろいろ出てくるんですが、今回はこの au の株コム証券初回取引発 8000ポイントと出ているので、ここをタップすると、ご覧のような8000ポイントもらえるという画面が出てきます。ちなみにこの8000ポイントは8000円相当なので、現金もできますし、他のポイントにも交換することもできます。で、この au のカブコム証券をですね、解説するときは、画面を下に下がっていただくと、いろんな説明書きが出ているんですが、やっぱり見ていただきたいのはこのポイント獲得条件のところなんですけども、例えば、ハピタス経由で au のカブコム証券を解説した場合、新規講座解説を60日以内に最低取引 引額が100円以上別途手数料の取引開始っていうねこんな風にちゃんとポイント獲得条件が出ておりますで成果までの流れっていうことでこういった条件をクリアした場合まあ、先ほどの8000ポイントがもらえるというようになりますなのでこういったところしっかりと読んでいただいた上でこのポイントを貯めるをタップしたらこの au の株コム証券の公式ページに切り替わるのであとは口座開設をするというような流れになりますそしてもう一つこちら au ペーカード作成する場合なんですけどもこれもめちゃくちゃ簡単でこのページからですね 右下の検索で、同じように検索のバーのところで、ご覧のように au という風に入力をして検索をかけます。そしたらいろいろ出てくるんですが、ここにですね、aupay カード4500ポイントと出てますんで、これをタップします。そしたらですね、aupay カード今であれば4500ポイントがもらえるということで、ポイント獲得条件のところを読んでいただくと、新規カード発 こう、完了、そしてカード受け取り必須と、まあ、これをね、条件をクリアすることで、先ほどの4500ポイントがもらえるということでございます。ちなみに先ほどの au のカブコム証券もそうなんですけども、こういったポイントとかは、日によって変動したりとか、案件が終了したりする場合もありますので、まあ、見つけたタイミングで早くね、作成するのを個人的にはお勧めしております。もちろんね、必要な方だけで大丈夫ですので、そこはね、ご自身の判断でお願いします。で、もし作成する場合は、ポイント貯めるをタップすると、僕の場合ですね、以前に、 ハピタスを経由して A U Pay カードを作成しているのでご覧のように再度ご利用いただいてもハピタスポイント獲得の対象にはなりませんのでご注意くださいということで僕の場合はこのようにメッセージが出てきますでもし作成する場合はですねご覧のようなページが出てきますのでこの画面から普通に A U Pay のクレジットカードを申し込んでいただければまあ、審査が通れば作成完了というような流れでございますちなみにですね以前こちらの A U Pay カード1ヶ月使った結果というね動画を出してますのでもしね利用の検討されている方はぜひ参考にしていただければ嬉しいですちなみにですね先ほどお伝えしたポイント サイトのハピタスなんですけども先日ですねこういった動画出してるんですが交換レートがバグってる件ということでハピタスがですね9月から会員ランク制度がリニューアルされるということでございますんでまあその内容についてこの動画で解説をしてるのでもしですね高い還元率でポイントを交換されたい方がいらっしゃったら個人的には結構ハピタスを推しておりますまあそんなこんなで今回は9月から au の自分銀行そして au ペイのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、ちょっと動画では追いつかなかったんですけども au ペイはですね9月から違 日本のキャンンペーととかもかももなりりね力を入れてるところもあったりするののでなななななかかかかかかね9月からの AU AAP 自分銀行とかとりかかり熱くなりそうな感じはしますすごいですよね。AU 経済圏が本当に確立されていくようなイメージになってきそうですね。で、今回お伝えさせていただいたそれぞれのキャンペーンリンクであったりとか参考にさせていただいたリンク、そしてポイントサイトハビタスの登録、まだの方いらっしゃいましたらこちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上で ご視聴どうもありがとうございました。